はい、皆さんこんにちは。ここはですね、はい、東京の、渋谷の光の中にあります デザイントラベルの編集部で、最近こういうのも出しましたけども、今日はですね、東京に皆さんの島が11個あるの知ってましたか？ね、僕も最近知ったんですけども、その中で、島という、椿の生産量、椿といえば、隣の大島がすごく有名なんですけれども、実は豊島の方が生産量が日本一ということで、明治ともに椿の島で320人ぐらいかな。まあ、後で詳しく JA の加藤さんに聞きますけども、そんなところで、今日は椿油のお話と、東京の島、豊島のお話を加藤さんに聞いていきたいなと思っております。加藤さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。加藤さんは皆さんどういうふうに言ってるんですかね。何でしょう。あ、加藤さんの後ろは合成ですね。それあ、合成ではないです合成です、ごめんなさい、はい、倉庫の中なので、回線が弱いので、はい、合成させていただいて、ちょうど今の、椿の山の雰囲気を出せたらいいなと思って映させていただきました。はい、嘘っぽい演出ありがとうございますこちらこそありがとうございます。今の豊島の椿の様子はどんな感じですか？そうですね、花が咲き始めてきました。急に寒くなってきて、花が徐々に咲き始めて、でじゅんぐり咲いていくので、花が、畑の中に落ちて、ちょうど下が赤くなり始めてきた形ですね。お、僕2回ほど豊島に椿のお手入れの作業を手伝いに行ったんですけど、今伺うとしたらどういう作業がお手伝いできますか？ちょうどもれなく皆さん今収穫作業に入ってまして、収穫する山を草を刈って皆さん、手で一粒ずつ丁寧に拾っていただくような作業を今行っています。あ、それもやらせていただきましたけど、あんなに一粒一粒つき、ね、取ってるとは思わなかったんですけど、もうびっくりしました。そうですね、まあ、昔ながらの作業で、皆さんやられているので、まあ、すごくアナログな地道な作業になりますね。そうですよね。僕ね、でもそのアナログな作業にすごくね、惚れ込んでしまいました。ありがとうございます。もう一度お手伝いいただいてその説は大変ありがたかったです。いや、また何度も買っていただきたいと思います。でもお待ちしております。はい、じゃあスライドを見ながら、いろいろと豊島椿油の話をお願いしたいと思います。じゃあスライド始めますね。はい、はい。なんか、あ、はい、これは、はい、これ豊島ですね。ざっくりと豊島のご紹介いただいてもいいですか？はい、東京から、140キロ、竹芝っていう浜松町から歩いていく港から船に乗れるんですけども、そこから140キロで来れる島でして、まあ、一番上が大島で、その次にある島になりますね。で、周囲が8キロで、人口が300人の島になります。全国で、自治体としては人口の少ない、3番目に人口が少ない島ですね。はい。東京都が3つ持ってまして。うんうん。青ヶ島。これ。はい。交通機関ですね、これ。そうですね、はい。移動は、船に乗ってきていただくか、ヘリコプターに大島から乗ってきていただく形になります。船は、下に映っているのは左側が大型船で、安定して就航するんですけども、右側のピンクの船が高速船でして2時間半で、来れます。うん、全部乗ったんですけども、僕の感想としては、はい、大型船はやっぱりまあ、多少は揺れますけども、すごくなんていうんですか、新しいですよね。そうですね、はい、今年の6月頃に新しくなりまして、はい、素敵なデザインで中も綺麗な形になってますね。
僕のおすすめは早速あのレストランフロアに行くと、はい、おつまみビール飲みながら、はい、ものすごい本当にあの何あの海を眺めながらのんびりと、はい、うん、これだけでもすごく価値があるなと思いました。クルージングのようにご飯を食べながら、はい、船旅ができるのは醍醐味ですね。船中泊なので、うん、そういった体験もできます。はい、あとは高速船はもう驚くほど揺れなくて、はい、船酔いを心配される方は全く心配ないと言ってもいいんじゃないかなっていうぐらいですね。そうですね、おっしゃる通り、あの大型船は、6時間7時間かかるんですけども、高速船は2時間半で来れるので、うん、ちょっと行くには便利ですね。いいですよね。ぜひあの竹芝桟橋からあの出てますから、皆さん東京の島に行ってみましょう。はい、お待ちしてます。次は、はい、これはおそらくあの大きな島の中で平らなところがここしかないからみんなここに集中してるよっていう写真ですね。そうですね、集落が北側にありまして、南側は断崖絶壁なので北側に港があるので、集落はもう北側に集約されています。で、歩いても集落の端から端まで歩いても15分ぐらいで歩けてしまいますね。ねえ、それもこのこうコンパクトにこうキュッとなってる感じもお店とあの何ていうんですか、飲み屋も何軒もないと思うんですけど、はい、こう酔っ払ってもちゃんと帰れる気をね。そうですね、はい、はい、次行きましょうかこれは出ました。これはあのそうそう、加藤さんからいろいろ話を伺ってすごくびっくりして、実際もびっくりしたんですけども、家には表札がついてない。そうですね、はい、300人の島なのでみんな顔見知りです。で、どこの家に誰が住んでいるかももちろん漏れなく知っているので表札はないですね。すごいな。うちは鍵もあの鍵もつけない、はい、もうね、僕はあの渋谷に住んでるんで考えられませんけど本当にたまにあの表札ついてるとしたら、あの最近やってきた人がアパートに住んでそのポストに ついてるぐらいですよね。そうですね、はい、まあ、郵便の関係で認知するまでちょっと時間がかかっちゃったりすることもあるので、うん、まあ、ラベリングみたいな形で、表札ではないですけどもついてます、うん、はい、はい、次行きましょうか。あ、これですね、これ、あ、でもっとややこしいことになっていると、はい、これちょっと加藤さん説明してもらってもいいですか。島の方たち、梅田さんと前田さんが多いんですね、うん、なので梅田さんって呼ぶとみんな振り返っちゃうんでなので、基本私もそうなんですけど下の名前でお呼びすることが多いです。で、その他に、お名前以外に屋号をお持ちでして、で、屋号の他に印といって、まあ、あのその家を象徴するシンボルみたいなものがあるんですね。それがあの赤枠の一番右の、傘が書いてあって中って書いてあるんですけども、それがシンボルになりますね。で、それはそれでまた別の呼び名があるので、今赤枠に書いてある方の、屋号が七で、で、梅田まるまるさんで、印が山中さんって言うんですよね。なので、はい、どの呼び方でもその方の名前になるっていう。私が来た時はこれを全部覚えなきゃいけなかったので大変でした。まあ、いまだに覚えてないですけど。あ、覚えてます。もうなんかいい加減にしてほしいですね、これね。そうですね、はい。でもまあ、なんとなくは、はい、みんなでそれで分かるので。これは、なんでこういうことになってしまっているんですか？おそらく屋号は、もう本当に昔から代々お持ちの家系ってあると思うんですけども、
まあ、屋号で呼ばれるのが一般的だとは思うんですけども、そのシンボルに関しては、物にそのマークを、シンボルをつけているんですね。道具とか、一次産業を従事しているかって時なんですけども、そういうものについてたりするので、まあ、要は名札みたいな、先ほどの表札みたいなものですね。このものは誰のものっていうののシンボルをつけておくと、すぐ認知できるようなものだと思っています。これ、梅田でいいじゃないですか。まあ確かにそう、あ、まあでも梅田だとみんなわかんないじゃん。梅田誰々になってしまうので、です印だとすぐ書けますので。面白すぎますよ、この島。はい。で、新しく入っても自分で作る方とかもいらっしゃったりするんで、私は持ってはいないんですけど、作られた方もいらっしゃいます。こう、もう全く理解できませんが。はい。次行きましょう。はい、これは島、僕ここにも行きましたけど、島は320人ぐらいで、この貯水槽がもう頼みの綱ですね。はい、そうですね、あの湧き水、川がないので、飲み水として使っているのは、地下から吸い上げる海水と、この雨水、収水して溜まってきたこの貯水池を使います。要するに雨水の島。そうです、水にものすごく、はい、不自由してきた島ですね、うん、でも逆に言うと本当にその自然ともう直に向き合って暮らしてる、すごく なんて言うんですか自然な島っていうことですよね。おっしゃる通りです。でこの施設ができたのも本当に60年前とか70年前なので、今、うん、まあ、現在元気に過ごされてる70、80オーバーの方たちがリアルにその水のない時期を、生活されてたので、その方たちのお話聞くと、いやすごい時に生活していたんだなっていうのは感じます。本当ですよね。はい、まあでも今っぽいって言えば今っぽい感じもしますけども、はい、すごい自然の恵みを体いっぱいに浴びてる島ってことですね。うんうんうん、はい。で、次は、このスライドの順番ちょっとおかしくないですか？あの、これは、あの、僕も行きましたけど、島で唯一のスナック、オレンジですね。はい。飲み屋さんが。オレンジ。はい。店主が。これ、あの、僕、店主がオレンジ。僕行きましたけど。そうですね、はい。僕行きましたけど、はい、あの、スナックじゃないですね、これはね。そうですね、はい。居酒屋さんみたいな。そうですね。お酒が飲めるお食事どころですね。ああ、もうね、ここね、最高ですよ。はい。まあ、一番唯一、うん、唯一難点を言えば、あの、オーナーも、参加して飲んじゃうところですね。そうですね、まあ、その島の良さと捉えていただければありがたいです。はい、もう絶対ね、豊島に行ったらここにはね行ってください。一人でも全然楽しめますんで、ぜひぜひ、はい、島の人たちと交流できる場ではあるので、やはり皆さん、外から来た方にもものすごく優しく受け入れてくれるので、交流したい方はぜひいらっしゃいください。いや本当そうですね、これ本当にね、一人で行けば行くほどなんかほっといてくれないから、ほっといてほしい人はあの売店でなんかいろいろ買って、あのね、あの民泊で飲めばいいんですけども、寂しい人はここにぜひ行ってください。はい、次行きましょうか。このスライドの順番もインパクトなんとこの320人の島にはボーリング場があって、2レーンのボーリング場がシュールにありますね。はい。これちょっとなんででしょうか、改めて。勤労福祉会館というところ の中にあるんですけど、まあ、まあ勤労者のために作られたのだと思います。で、年に2回とか3回ボーリング大会があって、島のみんなでボーリングするんですけども、やはり皆さんものすごく上手なんですよね。
これもボーリング好きにはたまらない島。はい。普段あまり稼働はしてないんですけど、もう貸し切り状態ですね。普段稼働してない感じも十分に伝わってます。はい。僕はボーリング好きなんで、もうたまらない、たまらなかったです。はい。投げ放題です。しかも、なんか300円とか400円とかで投げられますよね。そうです、地味に安いですね。はい。で、靴も無料で貸し出してますし。もう本当に豊島は大好き。どうせ。はい、続きましょうか。これ小学校でしたっけ？そうですね、小中学校が、合体してまして、校庭が芝生で、写真は、サッカー、土日のサッカースクールの子たちが練習している風景ですね。うん、この風景も本当にこう離島と島っていう感じで、すごくのどかで健康的な感じでしたね。そうですね、子供の数が全部で、40名強いるので、人口の比率としては子供が結構いるんですね。40人しかいないんだ。はい、でも300人の40人なんで。ああ、はい。そうかそうか。じゃあもう、あ、すいません、どうぞ。意外とこういう活発に、活動していますね。フラダンスとかもありますし、それこそ剣道とか柔道とかもやってたりします。うん、なるほど。はい、次行きましょう。これですね、だから人口が少ないから、こういうちょっと変わった、まあ、簡単に言うとお隣さんに自分の子供を預けるみたいな、うん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 、あ、もうちょっと詳しく説明してもらってもいいでしょうか。あ、でもまさにおっしゃる通りでして、まあ、ご両親が仕事で忙しいので、でその、生まれたての子供を、面倒見るというかおもりをする子を、まあ、先ほど言うようなお隣さんの小学生とかにお願いするという制度ですね。で、血縁関係はないんですけども、本当に家族のように付き合いまして、まあ、そのボイという子が、何かあったら誕生日のとかにみんな集合するとか、お祝いごとには駆けつけるみたいな制度ですね。これなんかこれってその どの日本の地域にも昔からあるお隣さんのなんか関係性のもののように思って、今はそういうのないですけどねみたいな話になりがちなところが今も続いているってことですか。そうですね、はい。やはりまあ小さい島なのでみんなで助け合っていくみたいな環境はまだしっかり根付いていますね。すごいな。要するに子供が赤ちゃんを、だから自分の何弟とか妹みたいな感覚で関係性を作っていくってことですね。そうですね、はい。私が小学生だったらお隣さんの、ボイの子を、生まれたてな1歳とか2歳の子を面倒を見る、毎日面倒を見るみたいな表現だと思います。すごい、これめちゃめちゃ大変だけどすごくいいですよね。やはりつながりができることはいいことですよね。まあ昔の地方にあったような環境だとは思うんですけども、今もそれが続いていますね。すごい素敵です。うん、ボイバー、ボイジーってすごいですね。そういう呼び方をしますね。本当にするんですか、ボイバー。そうです、はい、はい。すごいな。面倒見てくれる人はボイで、はい、そのご両親をボイとボイカーって呼びます。あ、面白いな。はい、次行きましょうか。これは丸い、まあこれはあの黒潮の影響でゴロゴロ丸くなった海からの岩を拾い上げて積んでるっていうこと でしたでしょうか。そうですね、海岸に、打ち寄せられた玉石を、海岸から山に運んでいって石垣を作っている風景ですね。作られた風景ですね。これも島、豊島ならではの風景っていうことですよね。そうですね、なので、先ほどお話した
80歳の方たちは朝玉石を取りに行って、でそれを手で山の上まで運んで、で石垣を作るみたいな作業をやられていたそうです。いやー、なんかもうなんて言うんですかね、着実に島の人が島の手入れをして作り上げていった島、長い歴史に基づいて風景が出来上がっていくっていう感じですよね。はい、時間の使い方がすごく丁寧ですよね。地道で丁寧。ああ、なるほど。すごいな。うまいこと言いますね。毎日それをやらなきゃいけないので、それが終わってしまうと、この風景が完成しない。なので、それを愚直に続けてきてるっていうのは、まあ、私にはちょっと想像がつかないので、感銘しますね。なるほど。いやー。そうやって代々あのおじいとかおばあの作った風景を眺めながらみんなが生活を営んでるってことですもんね。はい、もう本当に身近にそれがあるので、まあ、そういうお話も伺いながら、まあ、それを見ると、まあ、本当にすごい風景だなと思いますね。はい、ありがとうございます。次に行きましょうか。でここからは椿のお話なんですけども、あのこれ見ていらっしゃる方、ね、椿の木ってあんまりこう、うん、直に見たりしたことないと思うんですけども、これが椿ですね。そうですね、はい、写真に写ってるのすべて椿になってまして、で拾いやすく、するために昔の方たちが段々畑にして、で規則正しい間隔で植えていただいてます。で、まあ、樹齢も100年近くのものが大半なので、木の高さも4メートルとか5メートル超えるものがたくさんありますね。うん、僕はあの加藤さんからこの椿の収穫の話で一番感動したのは、はい、あの椿の産地の多くが例えば収穫をしやすい低い木にしたりとかっていう、あとあのなんていうかこう力ずくで実を落とすとか、なんかそういう話ありましたけども、もうあくまでも豊島の椿の収穫のスタイルはあの自然に生えたものを自然に落ちるのを待つっていう。そうですね、いただくという表現ですね。はい、ね、でまあ唯一その人工的という意味ではその段々畑にして収穫をしやすい状況を作ると。そうですね、はい、で木が、これだけ古いので、まあ、段々畑にしたこと自体もすごいですし、やはりまあこれだけの価格で綺麗に植わっている、もう本当に庭みたいな庭園みたいな景色なので、なかなかこの景色は他の島では見られないと思いますね。なるほど。今椿の木って島に何本ぐらい植わってるんですか？記録というか、PR 上は20万本と言われていますね。なるほど。はい、その話も後々。あ、これ何でしたっけ？印が土地ごとに全て書いてありまして、誰々さんの土地がこの区画ですよという、全体地図ですね。これこのブルーと緑は何かあるんですか？うちが管理させていただいている山の、色分けでして、黄色がある農家さんで、うん、青がある農家さんで分かりやすく色付けされてますね。でその四角の中に印が書いてあるので、誰の土地っていうのが一目で分かるような地図になってます。一目で分かんないですよこれ。あの印を覚えていただければ分かります。印覚えられないですよあれ。もうそうで送ります。覚えまあそれだけ椿の島っていうことですね。そうですね、ですので、はい、勝手にそこには入れないですし、もちろんそこから取ってしまうと泥棒になってしまうので、必ずまあここで決められた、まあ、代々受け継がれた山で皆さん作業されているっていうのがしっかり区分されている。実際はあの都会とか、都会じゃないごめんなさい、あの地方でよくあの
話題になるその農作放棄地みたいなことで、その椿の面倒がもう見れなくなった方々の畑っていうのはあるんですか？徐々に増えてきましたね、うん、はい、やはり高齢化が進んでいるので、その部分をいかに抑えていくことが、まあ、うちの課題になってますね。なるほど、はい、ありがとうございます。これは何でしょうか？こちら椿の苗を作っている、あ、作った後の写真になりますね。え、それはなぜ苗を作って、あ、植林するってことですか？あ、そうです、おっしゃる通りです。やはりあの樹齢が高くなって病気になったりすると倒れますし、まあ台風が来てしまうと台風で倒れてしまったりするので、その倒れた木とかを撤去してそこに新しい苗を植えるという活動も、役場の方からご協力いただいてやらさせていただいてます。なるほど、はい。なんか名前が書いてありますよ。こちらあの継ぎ木っていう手法で、元気な苗木と、元気な実がいっぱいになるポギっていうのを合体させるっていう技術で作るんですけども、作った人の名前が書いてもらってます。で、失敗すると枯れるので、誰かのものが枯れたっていうのを分かるように名前書いてもらってます。葉っぱに書かなくてもいいと思うんですけど。そうです。どこまでも豊島スタイルなんですね。そうですね、はい、はい。これ椿、はい、ちょうど今咲き始めてます。こんな感じの花が 今まさにいっぱい咲いてるってことですね。そうですね、うん、はい。これ加藤さんの後ろにある、はい、はい、はい。え、今、あ、咲いてるからこんなに落ちてないのか。徐々にこんな感じで落ち始めていきますね。なので12月1月がピークで、このような景色が見れるのはその月です。これは実際はそのまま自然にその土に帰って、まあ何だったら肥料になるみたいな発想ですかね、人間的には。そうですね、はい。で、集めて一箇所にまとめる方もいらっしゃいますね。やはりあの拾いにくくなってしまうので。あーね、ここですよ皆さん、あの見てらっしゃる皆さん、あのやっぱり下草をっていうか地面をきれいに整えることで自然に落ちてくる椿の実を拾いやすくするってことですね、うん、おっしゃる通りです、はい、うん、はい。これが椿の実。はい、そうです、うん、これ見たことないです。あ、僕はあのおかげさまで 2,3 回実際に見ましたけども、一般っていうか普通に生活してたらこんな大きな椿の実っていうか椿油を取る実がこんなに大きいとは思いませんよね。そうですね、まあ、種の中、種を包む外皮がこの状態でなってまして、でこの中に、種子、油を絞るための種が入っていますね、はい、弾けるとこのように、はい、なので僕あの椿の実拾い教えてもらったんですけども、一番理想的なのはこうやって弾けて地面に落ちた瞬間を取るってことですね。はい、まさにおっしゃる通りです。それにね、出くわさないわけです。あ、でも毎日手入れしてたら出くわしますか？そうですね、それを拾うと、はい、あのこれですと1回で6倍拾えることになって。6倍ってよくわかります。はい、あの今写真を見ていらっしゃ、あの見てお分かりの通り、このいつ落ちたかわからない、昨日かもしれないし1年前かもしれない実を、あのすごい純度っていうか、なんていうか、新鮮な実を拾おうと思ったら落ちた瞬間を見極めたりしないといけないってことですよね。そうですね、まあ拾う方はもう熟練でも慣れているので、そこを選別しながら拾うような形ですね。で、古い実とか葉っぱ、枝とかは一箇所に集めて処理するような形をとってますね。これもあの下草のその整える作業、あ、これですね、その要するに拾いやすいように
下っ払いという作業を教えていただきましたけれども、これもね、なんかこう人工的で、なんか豊島の島を掃除してるような気持ちにもなり、長年植わっている椿の木を手入れしている感じもあり、大変だけどすごく素敵な作業でした。どうですか、加藤さん。そうですね、やはり拾うためにはこの作業が必要不可欠になりますので、まあ、この作業をしっかりしておかないと拾う、安心してというか、まあ、効率よく拾うことができないので、収入にはならないんですけども、この作業皆さん丁寧にやられていますね。これあれですよね、豊島に行ってこの作業をみんなでしてあげると大変助かるって感じですね。はい、いつでもお待ちしてますで、みんな夜はオレンジに行って飲めばいいですね。そうですね、はい、はい、これは、あ、ムービーだ。島から見える景色ですか。このなんかカタカタの映像こんな感じで、この写真もいい写真ですね。はい、ちょうど拾っている時の写真ですね。あ、これは広告代理店に頼んでモデルさんを雇ったんですか。地元で一番収穫をされる女性にお願いしました。実際収穫って言ってもこれ一個一個拾っていくわけですから大変だと思うんですけど、この方のスピードがものすごく速くてですね。スピードか、僕本当にありましたけど、本当に1年、下手したら1年前に落ちた実とかとごちゃごちゃになっていくので、その下っ払いの精度が問われる。それによって、ね、鮮度いい実をすぐ拾える状態を作るんですけども、一粒一粒拾うのには変わりないので、はい、本当に大変な作業でした。そうですね、やはり腰も痛いですし、その一日ずっと続けるっていう集中力が切れてしまうんですよね。で、まあ、私一生懸命頑張ったとしても20キロいかないぐらいしか取れないんですけども。疲れた方は40キロとか拾われるので。1日で。はい。すごいな。じゃあ、これが収穫後に集められたもの。そうですね、はい。あ、これがどうなっていくんですか。皆さん拾ってきたものを一度乾燥しまして、選別しますね。はい、まあ、皆さんすごく綺麗な状態で拾ってきていただいてるんですけども、うんうん、葉っぱとかが入ってる可能性があるので、選別機で、ゴミを取り除きます。はい、じゃあこれ皆さん収穫したものを JA さんがこう買い取って。そうですね、正確には実では買い取りはせずに、農家さんごとに油で絞った油の量で買い取る形になるので、ここは他の生産者の方と混ぜないで処理しますね。なるほど、はい。でここでいろいろ小石とかを取り除き、そうです、はい、でこれは絞る、はい、その後、作為を行いますね。で、うん、ここでも先ほど申し上げた通り、他の農家さんとは、混ぜずに農家さんごとに絞るような形を取ります。うん、で、右側の茶色いのが、油かすでして、で左下のが油で、搾油量が35とか7ぐらい絞れますね。はい、これはこれ一番最後の処理の、脱水中の処理ですね。お、それは なぜするんですか。精製した後に水分が残っている可能性があるので、脱水処理を行ってで、最終製品になります。それはより丁寧に
もう椿の油純度を高めていくっていうことですね。そうですね、油で油の劣化値を測るための、値が酸化値という値がありまして、で絞りっぱなしですと酸化値が2とかなんですけども、生成してそれより安定化させるために 0.3 とかまで抑えるんですね。なのでこの作業で、それを行いまして最終的な製品が、0.2 とか 0.3 の酸化値のものが出来上がる形になります。それ世界的にはどうなんですか、どれぐらいのレベルっていうかどんなことなんでしょうか。一般的に大きい油脂会社さんがやられているような工程と同じではありますね。やはりまあ時間が経つと油なので劣化したりしてしまうので、よりそれをさせないために抑えてます、うん、次行きましょうか。はい、これが先ほどの機械です。あ、なるほどね、はい、はいはい、こんな感じで絞っていって、これも僕すごいびっくりしたんですけども、通常椿油っていうとこういうその何か黄金色、うん、でこの黄金色だと思ってたんですけど、脱色するこういう椿油も作られていらっしゃると。あ、加藤さん。はい。すいません。大丈夫です。しました。迷惑をおかけしました。いえいえいえ。で、すいません、先ほどの話の続きなんですけども、はい、あのこの2つの色があるのに、はい、この黄金色もより脱色するものも作られてますね。そうですね、はい、先ほど、透明な油の方は、まあ、食品添加物を使って色を塗って、でその後に処理をまたさらに行って、色と匂いを抜くという作業を行いますね。で、そうしますと先ほどお話した酸化値がさらに下がるような形になるので、まあ、より生成された、油が出来上がるような形になります。なるほど。あ、今映ってるのがそうなんですけども、はい、つまりですよ、あの椿油、はい、ど素人の僕が思ったのはよりピュアにしていったら透明になっていくってことですか。そうですね。あとはまあ皆さんご使用になられる方の、用途に分けてはいたりするんですけども、金色、その昔ながらの椿油がこれがいいっていう方ももちろんいらっしゃるので、そういう方たちには、黄金色の金をおすすめしてまして、でやはりあの椿油を使ったことがないとか匂いが気になるという方に関しては銀をおすすめしています。あ、なんかこれきっとあれですよね、僕の顔映ってませんよね、僕映ってませんね。あ、すいません、こちらの話ですけども、世界的に、あ、大丈夫ですか、世界的な企業さんからもそのね、お取引があるっていうふうに聞いたんですけども、はい、その方のお話を聞いたときにすごく印象に残ってたのは、天然由来のものすごくピュアなオイルっていう言い方をしていて、椿油って日本人にほら染み渡っているって、しかもこの黄金色の印象がすごく強いんですけども、その天然由来のオイル、ものすごくピュアなオイルっていう言い方ってものすごい僕衝撃だったんですけど、まあそういうことですよね。そうですね、まさにおっしゃる通りで、まあかつ国産で油って本当に自給率低いんですよね。でかつ化粧品に使われる植物油の生産量って全国的にもさらに低いので、それが国内で生産できるっていうのはすごく貴重な油になると私は思っています。ね、しかも世界的にものすごくなんていうんですか、レベルが高いというかクオリティが高いっていうことになってるんですね。うんうんうん、そうです、そう言っていただけると本当にありがたいです。はい、じゃあ次行きましょうか。ちなみにこの
大丈夫ですか。あ、はい。今、渋谷の光栄の8階の D47 デザイントラブルストアでは、今写真映ります？行きましょう。あ、じゃあ売り場見てみましょうか。今どういう状態になってるかっていうのをご覧いただきたいと思います。あ、それでいい。はい、皆さん見えますか？加藤さん見えますか？はい、見えます。はい、今レジの人にこういう特設コーナーを作ってまして、ここにはあの加藤さんから送っていただく予定のすごく大きなものこの辺これぐらいのものが届く予定だったんですけどね。最初これぐらいの、まずちっちゃいの送っちゃいました。あの、じゃあこれをこれ届くってことですね。はい、2倍ぐらいの大きさのものをお送りしてるので、ああ少々お待ちください。はい、で今こんな形で先ほど説明したような3段階のこれなんだ、これ2つこれなんですかね、雫ですね。あ、はい、あのうちの宅でございます。はい、オーガニックコスメ認証を取ったものになりますね。国内で、オーガニックのコスメ認証ってなくてですね、それを世界的基準の、フランスの、認証機関にお願いして取ってもらったコスモス認証がついている商品ですね。これだからより希少ってことですか？そうですね、豊島で作ってる椿油の全体量の1割ぐらいしか作れないものなので、すごく貴重な油になっております。なのでここで展示しているのも受注し、ね、オーダーしてからっていうことですか？はい、そのような形を申し上げございます。取らせていただいています。おー、でも今っぽくていいですね。はい、その世界基準のオーガニック認証を取っている椿油っていうのは日本では珍しいですか？私が知る限りでは今のところ豊島だけですね。あー、素晴らしい。はい、ね。じゃあ、これのお使い方をちょっと見ていってみましょうか。いつも僕、お肌で寝るわけにはいかないので、じゃあ、代わりに。はい。はい。今、ちょっと今回、金を使わせていただきます。使い方としては、手に金は結構肌なじみがいいとお伺いしているので、1、2滴ぐらい垂らして、こう全体的になじませながら全身に塗っていただいてとかですよね。この間、お父さんにお聞きしたのは、髪の毛にもいいとお伺いしているので、あとちょっとし濡れた髪の毛に今ぐらいの2、3滴を全体に手になじませて、髪の毛に全体にこう塗り込んでいくと結構ツヤが出て良いとお聞きしました。うん、はい。でも香りがすごくほんのり香ばしくて、気にはならないんですけど、近づけてによってもすごくいい香りが出て使ってて気持ちいい。うん、加藤さん補足ありますか？はい、金の方がトロッとはしているんですけども、本当に伸びがいいんですね。なので、一滴でかなり伸びると思います。まあ、手につける分には本当に一滴で十分だと思います。で、髪につけられる場合でしたら、やはりダメージがある方とか、ウェーブ、パーマがある方はすごく、相性がいいので、ぜひお使いいただきたいですね。で、髪につける時の注意点なんですが、乾いた状態でつけてしまうとかなりベタベタしてしまう可能性があるので、濡れた髪から一度つけていただいて、で自分に、適用するような量を探っていきながらつけてお使いいただけるとありがたいと思います。はい、じゃあ銀に行きますか。
結構今つけちゃったんですけど。金と銀の違いは加藤さんどういうことですか？金が、昔ながらの黄色い油で匂いがあるものなんですけども、とろっとしていて、伸びがいい、で浸透性が高いみたいな形ですね。で銀に関してはさらっとしているので、結構いろんなものに使いやすいですね。化粧品として、乳液とかそれこそあの化粧水とかに混ぜて使われる方もいらっしゃいます。でまあやはりあの匂いがないので顔周りに使いやすいので、お化粧する前のブースター代わりとかに使っていただく方が多いですね。なるほど、はい、よくわかりました。はい、じゃあちょっとありがとうございました。ね、光に来て皆さん買ってください。お願いします。さてスライドの続きいきましょうか。はいっていう、はい、こんな感じでね、あの美しい女性のどこから持ってきたか分かりませんが、いろんな使い方ができると。これ加藤さんっていうか加藤さんに聞いていい話なのか分かんないですけど、つぼき油を紙に塗るとどうなるんでしたっけ？つばき油自体が潤い成分、モイスチャー効果が高いので、はい、乾燥してる紙とか、癖がある方とか、まあ、パーマとかウェーブがある方は相性はいいですね。で、ツヤが出るので、癖がある方は広がりを抑えられますし、うん、ウェーブ、私パーマなんですけども、はい、パーマをかけてる方はウェーブの持ちが良かったりします。なるほどね。はい、僕あの男子なんで椿油を女性の人が昔からの、ね、愛用している理由っていうのはあると思ってたんですけれども、そういうことだったんですね。そうですね、はい。あのその銀の方のね、すごくクリアーな方は匂いも要するに取り除くというか、匂いがないっていうことでも使い勝手が広がっているっていうことですかね。そうですね、あの椿油を使われたことがない方とか、まあ、匂いに抵抗がある方で、まあ、かつ顔周りにつけられるのに向いていると思います。なるほど、はい、ね、かかととか、そっかそっか、かかと肘、これで別に女子じゃなくたって全然いいってことですよね。そうですね、男性で使われる方ですとお風呂に入る前の、うん、あの頭皮のマッサージで使われて、で毛穴の汚れを浮かせてからシャンプーされるみたいなお使いをいただく方もいらっしゃいますね。男子いいじゃないですか。まあ、入るかどうかわかんないですけど。入れない。でもあの半ばでちょっと僕あの話しましたけども、その椿油うんぬんっていう、まあ、椿油にものすごく昔からのイメージがついているので、椿油って今どうなってんのかなって思ってましたけど、天然由来のものすごく純度の高いオイルっていうふうに考えるとなんかすごいスッときますね。はい、もう正直そのまま口に入っても大丈夫なので、うん、そのまま食べれちゃいます。そういった意味では赤ちゃんからお年寄りまで幅広くご利用いただけます。うん、本当そうですね。あのおじいちゃんもおばあちゃんも使えるし、うん、お姉ちゃんもお兄ちゃんも使える。何言ってんだろう。ちょっとね、赤ちゃんが一番あれですかね。はい、あのケミカルではない、全部ナチュラルなので、うん、そういった意味では安心してご使用いただけると思いますね。まあ何より口に入っても大丈夫っていうのが大きいと思います。そうですよね、うん、本当にこれ繰り返し言っちゃいますけど、一番理想的なのは天然、本当に天然で、その木、まあ、椿の木もあまりいじめないで、あの本当に落ちてくるのを待って収穫してっていう、そのすごく自然に合致したようなものの中から
すごくピュアな油みたいなものを作るのが一番理想だとしたら、それですよね。そうですね、まさにおっしゃる通りですね。でかつ、まあ、国産で植物油、すごく貴重なものになるので、それは、すごく、もうまさにナチュラルと言えますよね。どこにもなんか、なんて言うんですか、ちょっと変な言い方ですけども、やっぱりその収穫で今最近その野菜とかもそうですけど、人間がちょっとこう人間の都合でいろんなことをやってしまうと野菜とか果物にも圧力がかかる、ストレスがかかるみたいな話聞きますけども、この豊島の椿に関しては何のストレスもないっていうことですね。そうですね、まあ、それを300年続けてきた歴史もあるので、まあ、それを皆さん理解して作業されていらっしゃいますよね。いや本当に素晴らしい。で最近は今写真に出てますけども、うん、学生さんもいらっしゃると。そうですね、はい。国の授業を使用させていただいて、ふるさとワーキングホリデーっていう授業がありまして、その授業を使って1週間、椿に関わる作業をしたり、まあ、椿に関わる知識を身につけて、で、休みの日は、遊びながら1週間を過ごすみたいな授業です。これ星？はい、これ夜はみんなで星を見に行ったりとか。この星は合成ですよね。いや、合成ではないですね。ちゃんと私が撮りました。カメラを持って行って。すごい。こんな星。はい。これは、冬の方が見れるってことですかね。いや、今も見れます。これは先週撮ったものなので、天気が良ければ見れますし、まあ、月がなければ見れますね。で、この場所、南側なんですけども、集落と真反対の場所でして、電灯もないですし、星を遮る明かりがないので、月さえ出てなければ、まあ、毎日山のが見えますし、流れ星もこの時はたくさん見えます。すごい。はい、ありがとうございます。釣り。これは？釣りが、観光客そんなに来ないんですけども、釣りっていらっしゃる方がかなり多くてですね。桟橋からいろんな魚が釣れます。で、ワーキングホリデーの子たちに休みの日に釣りをしている写真ですね。あ、いいですね。はい。という、これでスライドが一周しましたけれども、はい、今、豊島に行こうと思ったら何が大変ですか？たどり着けますか？船、冬になると風がすごく強くなる季節でして、で風イコール波の高い日が多かったりするので、船の就航率が若干下がったりするので、まあ来たい日に必ず来れるかって言われるとちょっと難しかったりするので、予定を立てて来ていただければと思います。それはある意味予定が立ちづらいってことですかね。おっしゃる通りです。来ても帰れないことがあるので、余裕を持ってきていただけると。豊島は観光的に力を入れていらっしゃるんでしょうか？そうですね、まだ実はそこまで力を入れていなくてですね、で東京都の島の中で実は観光客の方たち、まあ、一番少ないんですね。観光客が来る人数の数が少ない島でして、で、まあ、これからそういう視野も広げていきたいんですけども、まあ、かつそれに対しては一次産業をもっと魅力的にするべきだなと私思っていますので、その部分と同時に観光の分野にも広げていければなとは思います。僕はやっぱり豊島に加藤さん訪ねて訪ねお邪魔した時にはやっぱりその人口が少ないとか観光に力があんまり入ってないからこそのすごくなんか健やかな雰囲気が感じられて、なおかつ先ほどから言っているそのものすごく天然由来の椿に向き合ってらっしゃるその向き合い方が
人間の、ね、力でこうストレスを感じないような栽培の方法なり手入れの方法なりを手伝わせていただくことでもやっぱり自分になんかこうすごくいい気をもらってる感じがしました。そうですね、もうまさにそこを観光につなげていくことが一番だなと思っていまして、すごく綺麗な名所があるわけでもないですし、まあ、建物があるわけでもないので、一番魅力は豊島300人の人口の中で椿産業をやっている環境っていうのを PR しながら観光につなげていければなとは私は思っています。ねえ、最初島に行くまではそのスーパーもないし宿もないよぐらいな脅され方をしたんですけど、実際何軒かの、ね、民泊さんもすごく衛生的なっていうかすごくちゃんとした民泊さんもいらっしゃいますし、共同売店にみたいなその売店や JA の、ね、ストアみたいなものもありますので、普通にただね、24時間営業もないし自動販売機もない、なんかその辺の健やかさもやっぱり東京の島、東京なのにこんな健やかさがあるんだっていうふうに感じて感動しました。現地でいうその当たり前の部分が本当に当たり前でこっちなかったりするので、まあお金使うところもないですし、まあおっしゃる通り飲食店もいっぱいあるわけでもないですし、まあ夜はお店閉まっちゃいますし、まあ強いて言うならボーリングができるぐらい環境なので、まあそれも、新鮮に感じていただきながら椿と関わっていただけるような、感じで来島いただけると嬉しいですね。はい、この椿は全国で、まあ、今販売手に入る場所はどんな感じですか？まだそこまで店舗はまだ広げていないんですけども、まあうちですと、ネットで販売していたりとか、まあ、今回のようにディアンデパートメントさんに取り扱っていただくような感じですね。あ、ごめんなさい、12時、まあはい、ちょうど時間になりました。渋谷ヒカリエは12月31日まで営業しておりまして、ネットショップでも販売をしていますということで、あとはですね、渋谷ヒカリエに我々今回ね、加藤さんたちと一緒に作ったタブロイドをこれ配布してますので、これ無料なので、この中にね、詳しく今お話ししたような物語を書きましたので、ぜひこれを無料ですので、皆さん見に来て、取りに来てください。で、先ほどの売り場もありましたけれども、そこでも買えますので、ぜひ豊島の椿油を、感じに来てください。じゃあ加藤さん、どうもよろしくありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、また行きます。はい、待ってます。お待ちしてます。